お疲れ様ですよ、シさん。自動車保険のね、なんか証書が来たんですけども、なんかこれとですね、ネットビジネスに高額で入塾する人をちょっと重ねてみたんですよ、えー。例えばね、30万とか50万とか、場合によっては100万ぐらい払ってネットビジネス塾に入るじゃないですか。で、お金の問題解決しようとしたときに、なんかね、リスクってあるかなと思うんですよ。うん、もし、うまく稼げなくても、 30万50万100万の損で済むなぁと思いますしいやはっきり言ってねポイントサイトとかセルフバックとかあるわけですからじゃあ10万稼げませんでしたってありえるのかなと思うんですよ。でその中でね車を買う人っていると思います。中古で50万で買いましたココミ150万ぐらいの中古を買いました新車で200万でしたいろいろあると思いますけども車を持つことのリスクって何だって って考えたら交通事故ドッカーンで多額な賠償金とかねで自分が入院して半年間体が動きませんとかそれから事故の処理でいろんな手続きが必要で、うん、お金は保険で何とかなったんだけどもでもとりあえず手間がかかったみたいな感じとかねでそれから免許がちょっと一定期間失効しちゃったみたいなこともあると思うんですよ。ここれっっててむちゃくちゃゃくく高いリスクでですけどもそんなと込みで多のの人が車の免許を取って 車を買って、で、任意保険に入って毎日運転するみたいなことしますよね。どっちがリスク高いのかなと思うんですよ。で、こう言うとね、まあ現代社会ね、それは都心はともかく地方なんてマイカーがないとやっていきませんよって言いますけども、そうかなと思うんですよ。地方だって別にマイカー必須じゃないよと。ね、バスとかタクシーとかあるし、ウーバーイーツもなんだったら始まるし、もっと言ったら、 バイクでよくないか自転車でよくないかっていうレベルじゃないですかだから絶対車じゃないとダメっていうことはあんまりなくって一部の営業職とか別にしてねで絶対車だ通勤には車がいるんだって言ってもその車朝数十分動かして帰ってくる時に数十分動かしてあとは8割9割車庫に眠ってるわけでしょほとんど使わないわけですよでもネットビジネスってほとんど 使うことができるんでですよでも使うたんびに金がかかるかっつったらかかんないんですよ。車を使うたんびに金かかるでしょういや。どっちがリスクでどっちがね金銭的な負担がでかいんだって感じたら考えたらネットビジネスって本当になんかこう簡単だよなと思うんですけどもね。うんまあ、今回はね車と比較しては見ましたけどもなんか考え方っていろいろねあるわけですよね、うん。ちょっとトイレ行ってきます。